はい、今日はファイブウッド、クリークを新調するためにビクトリア・ゴロスさんにシダに来ました。今日のラインナップですが、ダークスピードの LS、 シャフトは NX の 6S、 これが1本目、2本目がテーラーメイドの QI10、 シャフトはベンタスのブラック 6S で、最後にピンの G430MAX で、シャフトがクロム70の S、この3本を打っていきます。で、3本選びましたけど、まあこれといってとりあえず打ってみようかなという感じで選びましたんで、まあその辺はね、まあそんなコメントをしないでください。よろしくお願いします。まずはピンの G430。 まあここから結構数打っていくんで、まあいい数値の2球ぐらいずつかな、それを打ってって、あとは平均もね出していこうかなと思いますんで、よかったら最後までご覧ください。ピコブラ、1QI10。とりあえずやって、アームの準備、アームを見つけりゃいいのかっていう感じですか。
分の経験をもとに伝えてくれるね、16、16、3だったのを16、16、3に変えました。戻しました。15、15、3。これに黒の 7S したね。ドローする。じゃあフラットにしようか。
璧でしょう。あ、これだ。これ買います。Yeah.